担当企業法築城解説講座の1回目です。で、担当させていただきますレク専任講師の、志村です。どうぞよろしくお願いいたします。この講座、この築城解説のテキストですね、これ今2の方出しちゃいましたけど、この1、2とありますので、皆さんにご購入いただいて、でそしてそれを利用して効率よく合格を目指していただくと、そのためのこの講座ということになります。どういうメリットがあるかということなんですけれども、直前期にこの正しいものを読んでおくと、正しい内容をですよね、でこういうテキスト類でもいいですし、その問題を正しい足に直したものでもいいんですけれども、でそういうものを見ておきますと、で本番の問題を見た時に何か違和感を感じることがあるわけですよね。要するにその間違ってたりするわけですから。でそれから間違っているものについてはそういう違和感を感じ、じゃあどこが間違ってるのかなって形で検討するし、あるいはその間違っていないんだけど、やっぱりなんかちょっと当然その表現なんかはですね、条文通りの形で出題してくれることもあれば、若干ちょっと変えてることもありますのでね。でそういったものについて、でもそういうものに何て言うんですかね、反射神経じゃないですけど、ピピッと気持ちがいくって言いますか ね、そういう形のところにつながりますので、そういう意味で直前期の読み込みっていうのは、なかなか効果があるということなんですね。ですから参照型で使われた方なんかも当然その自分でチェックとか入れていくでしょうから、そういうところだけでも拾い読みとかされるといいんじゃないかなというふうに考えております。で具体的なその本書のこの特徴としましては、ピンクのところはその26年改正の中のポイントみたいなところポイントにチェックを入れてます。条文の下に解説があって、その解説のところに改正部分についてはちょっと改正ってことはこれもまた残してあります。7ページのところに論点っていう形で入ってますけど、これは判例の部分ですね。判例の部分はこれはこういう形で論点という形で紹介をさせていただいてます。例えばこれは9条なんですけれども、で29条のところで27条覚悟で、その後ろに定款の絶対的記載事項という形で出てくるわけなんですが、でこれは条文のそのものにはないものなんですけれども、その条文読みなんかをされるときに、これ27条って何のことだったかなって一時行かなきゃいけ飛んで見直さなきゃならないの面倒ですから、そういったものについてはこういう形で条文をですね読みやすくしてあるという形になってます。これいらんのところに出てきますのでね、ご存知の方も多いかもしれないですけど、外観法理ってことですよね。でこれに関する理解がちゃんとできてるかということですよね。で泣いたが餓死人、名義を貸したやつです ね。でそれが泣いたがり人に対して借りた方ですよね、に対してこの称号とかですよね、これ名義を使用することを許諾します。